こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。今週はマスターズウィーク、マスターズを記念して今回はマスターズトーナメントに関連するニュースのみを集めました。優勝者の補足からコース難易度、そしてオッズメーカーによる優勝予想ランキングまで網羅しています。マスターズ前に視聴している方ラッキーです。ここでさらに予習していきましょう。マスターズ中に視聴している方とてもラッキーです。ここでさらに情報を頭に入れ最終日に備えましょう。マスターズ後にこちらの動画を見ている方かなりラッキーです。ここでの情報と実際の結果を見比べて全然当たってないじゃんとケチをつけることができます。それでは今週一つ目のニュースです。ここ10年の傾向とジンクス。今年のマスターズは4月6日から9日の日程で開催されます。マスターズはゴルフ界でも特別なトーナメントで、日本での賑わいも年々増しています。それはやはり2021年に松山英樹選手がマスターズを制したことも大きく、2度目の優勝も期待されます。そんなマスターズですが、ここ10年の優勝者を見ていくといろんな傾向が見えてきました。まずはここ10年のマスターズチャンピオンを見ていきましょう。こちらがそのリストです。傾向1、ここ10年の優勝者を見てみると、まずその年のマスターズに入る段階で世界ゴルフランキングで25位以内に入っていました。スコッティ・シェフラーから順に言うと、1位25位、1位12位、24位、11位、12位、4位、12位、7位でした。ここ10年で見ると2021年の松山英樹選手の25位が一番低い順位からの優勝でした。傾向2、またこれまでの歴史の中で初出場で優勝したのはたった3人しかいません。それが第1回目のホートン・スミス、その後ジーン・サラゼン、ファジー・ゼラーの3人。なので初出場で優勝というのはね、ほぼほぼないかもしれません。今回の初出場者はカート・北山とトム・キムの2名です。傾向3、この10人の選手はいずれも優勝する前に必ず1回はマスターズでトップ5に入っています。いきなり好成績もなく優勝したという選手はいません。傾向その4、全米プロで活躍した選手が多い。10人中8人が4大メジャーの中で2位以上の成績を収めており、10人全員が6位タイ以上に入っています。また優勝する前の年に10人中8人が全米プロでトップ10に入っているというジンクスもあります。傾向その後、マスターズ優勝までの1年間で10人のチャンピオン全員が1ラウンドあたり平均獲得ストロークがプラスの 0.65 以上でした。また10人の平均値はプラスの 2.14、 現在プラス2以上の平均値を持つ選手は9人しかいません。傾向その6、10人の選手はいずれもドライバーの貢献度が高い選手でした。簡単に言うと、ドライバーが上手い選手がマスターズで活躍する傾向があります。傾向その7、10人の選手はいずれもその年のストロークエンドアプローチザグリーンで上位に入っている選手でした。オーガスタはグリーンがとても速いので、アイアンショットで止める技術が要求されます。歴史的に見てもショットに不安のあるプレイヤーはほとんど優勝したことがありません。傾向8、メジャー大会は必ずどこかでピンチがやってきます。それはマスターズも同じで、そこを乗り越えた選手、つまりグリーン周りでスーパーショットを見せた選手が優勝しています。今回の出場者88名の中で、この8つの傾向全ての基準をクリアしている選手は現状6名います。それがスコッティ・シェフラー、ローリー・マケロイ、ジョン・ラーム、パトリック・キャントレー、ジャスティン・トーマス、ジョーダン・スピースの6人だけです。果たして今回もこのジンクスが当てはまるのか、ぜひ注目してみてください。続いてはこちら、注目の組み合わせとコース難易度。5日に予選ラウンドの組み合わせが発表されました。主な注目組の組み合わせと開始時刻はこのようになっています。日本の比嘉一貴選手は日本時間22時12分にセルヒオ・ガルシアとキース・ミッチェルとのペアリングでティーオフ。過去のマスターズチャンピオンもいますし、なかなか面白い組に入りました。午前最大の注目組は何といってもホブランド、シャウフェレ、タイガー・ウッズの組。
事前予想ではタイガーのところに松山選手が入るんじゃないかと思っていましたけど、外れてしまいました。その松山英樹選手は日本時間23時54分にキム・ソンジェとキャメロン・スミスとのペアリングになりました。インターナショナルチームですね。お互い知った仲ですし、やりやすいと思います。本大会スミスは結構注目されていますし、メインカメラでも結構映るんじゃないかと思います。午後の最大の注目組は日本時間2時48分にティーオフするサム・バーンズ、トム・キム、ローリー・マキロイの組。グランドスラムを狙うローリー・マキロイ、新世代で最もメジャーに近い男サム・バーンズ、そして韓国の若きエーストム・キムの3名です。トム・キムは練習ラウンドでマキロイ、タイガー、フレッド・カプルスの3人と一緒に回ったり、相変わらずのコミュ力を発揮していました。そこに入っていく勇気と度胸がすごいです。そして大会に先立ってマスターズが開催されるオーガスタナショナルゴルフクラブのコース難易度が発表されていました。過去これまでのスコア平均など比較しながらご覧ください。ランク1に分類されたのはやはりアーメンコーナーの入り口11番ホールでした。パー4の520ヤードにして平均スコアは 4.303。 プロでもパーがやっとの超難関ホールです。またオーガスタに限らずですが、やはりいかにロングホールを取っていくかでしょう。続いてはこちら、マスターズのみの賞金ランキング。マスターズはメジャー大会なので当然賞金額も大きいです。また年々賞金額が上がっており、今では優勝者に270万ドルが贈られます。一番最初のマスターズは1500ドルの優勝賞金だったので、なんとその差1800倍。現代のプレイヤーの中で一番賞金を稼いでいるのは誰なんでしょうか。調査してみました。第10位リー・ウェストウッド。マスターズに21回出場し368万7748ドルを獲得しています。第9位には松山英樹選手が見事ランクイン。ご存知、2021年のチャンピオンで、これまで11回の出場で368万7867ドルを稼ぎ出しています。優勝があったとはいえ、それ以外にも何度もトップ10に入るほどオーガスタを得意にしています。第8位アダム・スコット、第7位ババ・ワトソン、第6位はジャスティン・ローズとなっています。トップ5に参ります。第5位は北アイルランドのローリー・マキロイ。これまで14回に出場し415万7521ドルを獲得。最高は2022年の単独2位。今年はグランドスラムも大いに期待されています。第4位はダスティン・ジョンソン。2019年のマスターズチャンピオンで457万6475ドルを獲得。第3位はジョーダン・スピース。2015年のチャンピオンでまだ9回しか出場していないのにかかわらず527万1828ドルを獲得。マスターズでの成績は毎回上位で、今回は久々のメジャー優勝が期待されます。第2位はフィル・ミケルソン。29回の出場で818万9317ドルを獲得。マスターズで3度の優勝を果たし、レジェンドの一人として数えられます。第1位はもちろんこの人、タイガー・ウッズ。24回のマスターズ出場で958万8236ドルを獲得。5回の優勝を果たしています。昔は今ほど賞金額も高くなかったので、現在のレートに換算するとすごい額となりそうです。こうやって見ても松山選手の凄さが一目でわかります。続いてはこちら、運命か偶然か、ジョーダン・スピースのあるジンクス。アメリカには復活祭と呼ばれるイベントがあります。イースターといった方が日本では親しみがあるでしょうか。イエス・キリストが復活した日とされ、キリスト教では最も重要な日とされています。イースターは3月22日から4月25日の間の日曜日とされ、毎年日にちは変わります。その理由は春分の日の後の最初の満月に一番近い日曜日と決められているからです。今年のイースターは4月9日で、実はマスターズの最終日と同じ日です。しかもすごいのはここから、ここ2年続けてある人物がイースターの日と同じ日に優勝を果たしています。
それがジョーダン・スピースというわけです。2年前のイースターの日、ジョーダン・スピースはバレロ・テキサス・オープンで優勝し、実に4年ぶりの優勝。その間は長らく不調で、まさしく復活祭にふさわしい人物が優勝しました。そしてその1年後、またもイースターの日、4月17日にジョーダン・スピースが優勝。そして今年のイースターもジョーダン・スピースが優勝するのではないかとアメリカでは話題になっています。私もジョーダン・スピースが優勝すると今回は事前予想したので、当たってくれないかなと密かに願っております。最後はこちら、マスターズのパワーランキング。先日マスターズの公式パワーランキングと某有名オッズメーカーによる優勝予想が公開されました。トップ3だけ理由も含めて見ていきます。公式3位となったのはオーストラリアのジェイソン・レイ。少し意外に感じましたが、今年5回トップ10に入り、復活の兆しを見せています。イースターはもしかするとジェイソン・レイの方かもしれません。オッズメーカーによる優勝予想ではダスティン・ジョンソンと並び10位タイでした。公式2位予想はローリー・マキロイ。33歳でキャリアグランドスラムへの挑戦は実に9回目。昨年は単独2位でフィニッシュするなど、今年にかかる期待は相当大きいです。久々のメジャー優勝なるか、そしてキャリアグランドスラム達成なるか注目です。オッズメーカーによる優勝予想ではセフラーとともに1位タイ予想です。公式1位予想となったのはスコッティ・シェフラー。今年シェフラーは2勝を挙げ、順調な仕上がりを見せています。ここまでパーオン率とストロークエンド T2 グリーンで1位を獲得、まさに隙のない状態です。ストロークエンド T2 グリーンとはパッティングを除いた総合的なうまさを表すもので、非常に重要な指標の一つとされています。オッズメーカーによる優勝予想でも1位タイとは期待せずにはいられないでしょう。以下はご覧の通りとなっています。ちなみに松山英樹選手は公式のパワーランキングで11位にランクインしていました。オッズメーカーによる優勝予想ではトップ20圏外でした。過去大会による一定の評価を受けつつも、今回はどうなんだろうというのが公式の見解のようです。個人的には全然あると思いますけどね。体の調子さえ万全であれば必ずチャンスは来ます。直近の試合での調子も悪くないですし、雰囲気は優勝した時と似たようなものを感じます。あとマックス・ホマがトップ10にすら入っていないのがちょっと意外でした。今季はすでに2勝もしているんですけど、フェードしか打てないのがマイナスポイントかもしれません。今年のマスターズは特に予想が難しく、近年まれに見る大激戦となってもおかしくありません。本当に誰が勝っても不思議じゃありません。リブ勢の優勝も大いにありますね。果たして結果はどうなることやら、寝不足の1週間となりそうです。マスターズが終わった後は詳しく振り返る動画もアップ予定ですので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。